最後の最後ですか。最後の最後ですね。ラスト、はい、ラスト、ラスト。お、ついに。リード大阪 YouTube チャンネルをご覧の皆さん、おはようございます。おはようございます。4回目です。疲れてるやん。もう逆に低いテンションで充電していきます。ここで、ここでここで充電していく。ここで逆に逆に4回目の充電です。ありがとうございます。はい。で、今回の動画でキーワードの残り1つと応募方法と、4回目を1回見てもたみたいな、321見てないやんみたいな、全部見ながらやん。だから全部チェックして、どれが欲しい、これが欲しいみたいな、全部見て。いや、中島さんも疲れてるなと思って、喋り僕ぐらいちょっとレベル低くなってましたよ。あ、ほんま？はい。ごめん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 。気づいてなかった、ごめん。僕の本調子ぐらい、うん、何言ってるか分かんなかったです。ちゃんと動画を全部見直して、はい、この動画を見て応募してくださいね。はい、はい、お願いします。ということでプレゼント発表していきますんで、はい、お願いします、はい。今回の商品はこちらです。ポーラーキャンプバイブス。バイブスぶち上げていこう。バイブス上がってる、はい、上がってるよ。ハット、キャップ、これ T シャツかな。ロンティーっていう可能性あるんだ。そう、ワンチャンロンティーっていう可能性あるやん。きっちりチー T シャツですね。チーチー、これめっちゃいいじゃないですか。ポスポスレジみたいにポスまあ僕はこっちの方がタイプですね、うん、で、M で、こっちも M。 T シャツ2枚セットとキャップ、ハット全部セットで、ポーラーセット。わー、熱っ。ポーラーセットいいよね。ポーラーセットいいですね。女の子いけそうですね、それ。この女の子いけるでしょ、デザイン的に、うん、ありあり、全然。女子でもちょっとデカティ流行ってるし。だからカップルで、俺こっち着るからお前こっち着とけやみたいなのは、はい、OK ね。カップルね、カップルは夫婦ね、限定。あ、カップルは夫婦だけですか。当たり前、まだ付き合ってない状態はダメ。振られるかもしれない。ああ、それはあかんよ。これ1個目ね。OK？ はい、はいはい、続きまして見てください。フラックスビンディング、フラックスの XF。 XF？ XF 反応いいやつですか。反応いいやつです。私も使ってあります。チームからフ、はいはい、ラックスチーム、チームライダーたちが使ってるロゴみたいな感じで、これをなんと1名様にプレゼント。片足いっとく。それ行きましょう。右か左かみたいな、はいはい、で、色違い買って分けてもらう、うん、その2人で買わなあかんのよね。これ1名様にセットね。これはサイズは M です。 M サイズだから、まあ男子ね。だから、まあ、女子でも足大きい服だったら OK ですけどね。はい、はい、続きましてアシュラムグローブ。ゴアテックスですよ。え、はい、L サイズ。これも多分 L でちょうどいいんですかね。 L1 層、M1 層で、これもだから一人一人にします。グローブは、あー L でちょうどいいっすわ。あ、俺 M でちょうどいい。まあカラーはね、同じカラーなんでサイズちょっと選べないんですけど、最初に引いた人が、はい、その希望のサイズが当たる的な。続きまして、あ、レンズが2枚入ってるんですか。え、そう、レンズが2枚入ってる。スミスのゴーグル、うん、IO マグ。これがレンズじゃないんですね。これもレンズかと思いました。違う違う、ここフレーム、IO マグ。マグネットでカパってやるタイプですね。そう、マグネットでカパーのタイプ。ナマさんと紹介してもらった、そう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 、スミスはね、ナマさんも使ってます。あと、ルンちゃん、マイルンのルンちゃんもスミス。メガネかけててもいけるやつですね。これメガネかけてもいけるやつですね。メガネ OK やわ、はい、ね、すげえ、よう知ってんな。そうなんですよ、うん、メガネかけた状態でゴーグルつけようか迷った時があって、うん、その時にスミスいけんなと思ったんですけど、結局裸眼で滑ってる。どないやクリアレンズもクリアレンズついてたらいいっすよね。いいよね、こんな感じ。ちょっと 80s っぽい感じでかっこいいよ、うん、はい、うん、で、後ろパッチンで、はい、うん、多分マグが特徴やから一番売りのやつを出してくれました。パカッてロックされる。一応ね、ここでロック、裏でロックかかってね、押すと、あ、そう、リリースできるみたいな。取れないっすね。そう、スーパー爆発ぐらいの点灯行ったら分からんけど、いや、マグネットだけやったらやっぱ不安になるんですけど、うんうん、まあそこがあるだけで。ストッパーがね。キーワードは「た」。いきなり来た。これぐらいがいいっすよね。いや、いいよ、それぐらいがいいよ。それぐらいでいこう。それぐらいのテンポいいよ、いいよ。今のいい、いいよ、ファインプレー、ファインプレー、ファインプレー。ちなみにゴーグル、この値段します。最後の最後ですね。ラスト、はい、ラスト、お、ついに中島セット2
2。その2。その2。あのフロントサイド中島の誕生の板こちらでございます。いやこっちの方が爆発するっすわ。ライスですもん。そう、ライス28の GTS147 去年モデル、一番柔らかいやつ、グラトリ特化型 REW のチャコール髪風ビブと、ちょっと今ないんですけど、今ちょっと俺自宅に持って帰って持っててジャケット。何色でした？赤ベージュの。うん。だからもうあのフロントサイズ中島をしたあのあれじゃないですか。あのステッカーのままじゃないですか。あのままこれで多分ねファンの人はね着ないっすよ。飾るっす。飾るこれで滑ってたらね、中島さんですかみたいな多分なるんで逆に着れない。このまま全部を一緒に作ってもらうとあれやけど、板だけ使う日とかウェアだけを使う日って、メルカリだけはせんといてな、ほんまに。これメルカリはほんま笑う。ほんまお願い。ファンいっぱい応募する、ファンの中からアンチが応募して、うん、それ引き当てて売られる。そうその手があったか。やめとれ。いやでも物はむちゃくちゃいいやつですからね。やせやで。この業界盛り上げるためにも今恩返ししたいなということで、タイミングも50周年の記念なんで、これでちょっとね業界がおおやべーってなってくれたら、でこれ当たったら、まあ、当たった分はお金使わんで済んないんやから、違うところでお金を使ってもらって皆さんで業界をちょっと盛り上げてもらったらお願いします。はい、なるべく。はい、はい、ということで応募方法を発表したいと思います。あのコメントとかリツイートとかじゃないから、はがきに住所、氏名、年齢、性別、電話番号、量がこの4回で言ったキーワード4つありますよね、はい、この4つを並び替えて大阪らしいあるもの、はい、大阪らしいあるもの、それを書いていただいて応募してください、はい、あと応援メッセージもいただけたらありがたいです、はい、一応プレゼントにテロップで番号を全部売ってるから、投資番号、何番ぐらいまであんねんかな、23か24番ぐらいまで多分あるねんけど、その番号を分かりやすく書いてください。お店にハガキ送ってください。住所概要欄貼っときますから、できれば全部に応募してもええけど、1個当たったらその人はまあ他はもう当たらんようにみたいな。ハガキの書き方知ってるかお前。知りません。出したことありません。俺らぐらいまでちゃう、その検証にハガキで応募するって。ここから1週間後、この動画が配信された1週間後、はい、ライブ配信します。ってことはハガキ結構すぐ送らんとあかんす。もう明日明後日ぐらいにはもう送ってください。それぐらいのレスポンスで言ってくれよ。そうっすよね。う今のこの動画アップされてから1週間後にライブ配信を行います。いやこれの方がほんまに欲しい人しか来ないです。いやそうやポットデーがいきなりピュッて、やっぱいきなりあのコメント欄とかにビッて送るだけで当たっちゃうとかはやっぱちゃんとやっぱ見てくれて、4つとも見てくれて、キーワードも考えてくれて、はがき、まあ、はがき買って、はい、送ってくれて、そう送ってくれてっていう作業をちょっとそこの手間をしてくれる方っていうか、はい、OK かな。 OK っすね。はい、はい、シーズン中もスノーボードももちろん動画アップしていきますので、はい、皆さんよかったらチャンネル登録といいねの方よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあライブ配信楽しみに、はい、お待ちしてます。